西土井川緑地というんですかね、私の場合塩入川公園というので検索したんですけどね、まあここちょっとした川沿い、あの公園になっとるかな、ちょっと休めるスペースとかありますね。でもまあ桜の量もそれほど多いということでもないんですけど、もう椿が綺麗んですよね。まあ、カラコ椿的っていうか、うん、すごいでしょこの椿。ちょっと写真撮っとこう。素晴らしいね。こんなごっつい椿。ねえ、椿にもいろんな種類ありますよね。私もこれやりだしたからいろいろ見てるけど。この椿の後ろに桜がバックと、これちょっと絵になるか、ね、子供の遊び場でもある。 今でもあんなジャングルジムみたいなあんねんな。お母さんが子供連れてきと、子供の遊び場やね。椿がね、気になるのよね。この桜も綺麗な、こじんまりして、これ桜やんな、梅と違うやんな、これなんか枯れ、なんかこの下のなんか根元っちゅうか、趣あるね、これ。これ死んでもあるかもしれんね、こんなザラ入っとったらな。でも元気に今年も咲いたんやな。もしかしたら今年は最後かもしれんし、しとく。まあこの桜は普通の桜とちゃうみたいで、これ、うん、桜ちゃうの、これ。うーん、面白い桜が咲いとる。隣はお墓があるのか、これそんなめっちゃ広い公園ではないな。綺麗けどな、桜。ちょっとした憩いの場合ね、あの椿が気になるのよ、ピンク色でね。さっきの赤いやつもすごかったけど、滑り台とかジャングルジムみたいなあんなのちょっとあるね。子供ちょっとね連れてきてあげたら喜ぶよ。ブランコもあるしね。綺麗ね、この椿みたいな。椿と桜のコラボでパチ、憩いやね。こういうとこあったらいいですが、ありました、ありました。塩入川公園とね。車ちょっと止められませんので、私も遠いところにちょっとおかしいと思ってんねんけど、こんな道やからね、入ってこれないでしょ、これ。まあそんな感じです。まあぜひね、ご近所の方はね、子供さん連れでね、また来られてみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう、ね。